新生堂級本社ビル新生堂は、ワンダーコーポレーションが運営する CDDVD、レコード、書籍販売店。国内では、タワーレコード、HMV などと並ぶ、大手の CDDVD レコード販売店であり、2 0 2018年4月時点で102店舗の直営店を展開している、東京都杉並区が創業の地であり、かつては本社を、 小木久保駅そばの杉並公会堂を隣接地に置いていた。1974年に完成した本社社屋には1.2階にレコード CD、楽器等の販売店舗も併設されていたが、後に本社機能のみとされた。その後、2013年8月に茨城県つくば市に本社を移転し、その後、東京都杉並区の本社跡地には、 伊藤中都市開発によるマンションが建設された。2016年2月23日付で、親会社であるワンダーコーポレーションが自主再建を断念した新生堂を吸収合併した。今後も新生堂のブランド名は継続される。2018年3月29日に株式公開買付及び第三者割当て増資により、 ライザップグループが、ワンダーコーポレーションの株式の75.05%を取得し、同社の子会社となった。なお、CDDVD 販売卸しの保守行動とは、無関係である。1949年7月、東京都杉並区の高円寺で、宮崎市が創業。1964年に法人化し、株式会社申請度となる。以来、CDDVD 販売のほか。 書籍などの販売も展開している。以前は楽器関連事業も行っていたが、クレーマーやスタインバーガーの輸入代理業務は2008年に終了。2013年2月1日には楽器店舗、ロックインや音楽教室等の音楽店舗事業、立憲ケンバッカー、カールヘフナー等の楽器輸入代理店業務から撤退。一部を除き山の楽器に移譲された。また、 新生堂スポーツとして、スポーツ事業も1968年から展開していたが、2006年4月4日に株式会社、山野スポーツシステムズに営業場として撤退している。2006年3月22日、カルチュア・コンビニエンス・クラブの子会社、株式会社ツタヤと資本、業務提携し、6月13日に第三者割当増資により、 ツタヤが14.9%の筆頭株主になると、共に、新生堂がツタヤとのフランチャイズ契約を締結した。この関係で、新生堂は T ポイント加盟店となった。しかし、その後、レンタルと販売両方を行うツタヤとの提携効果を作り出すためには、多額のシステム投資が必要なことがわかり、 2008年12月31日限りで、スタヤとのフランチャイズ契約を解除、T ポイントからも脱退することになった。なお、一部店舗により異なるが、交通系電子マネーや、楽天エディ、ワオなどの電子マネー決済を導入している店舗も、ある。ただし、ピタパ決済は、ナンバ店のみ、2008年2月28日、3期連続の赤字により、 事業再生計画を発表した2008年8月4日に第三者割当増資により大和証券 SMBC プリンシパルインベストメンツ株式会社が過半数の株式を保有する筆頭株主となった2011年1月27日に株式会社交通信と資本業務提携し同社の子会社であるテレコムサービス株式会社との間で スマートフォン端末を店舗で販売するための合弁会社を設立する合弁契約を締結した。同年2月24日に光通信が第三者割当増資により4.34%出資し第4位の株主となった。その資金で同年3月1日に合弁会社新生堂モバイルプラス株式会社を設立し2012年2月時点で16店舗を展開したが 販売実績は低迷し、同年11月には4店舗に縮小した。同年12月には、光通信との資本提携の解消と、合弁会社の解散を決定している。2012年12月、ワンダーコーポレーションと資本業務提携契約を結び、2013年2月に、株式公開買付けにより大和証券、SMBC プリンシパルインベストメンツの保有株式が、 ワンダーコーポレーションに移転、同社の子会社となった。また同月ワンダーコーポレーションは、大和証券、SMBC プリンシパルインベストメンツから譲り受けた、再建のうち43億2300万円を、放棄2013年2月期は、債務超過を解消した。2015年12月、ワンダーコーポレーションは、2016年2月23日付で、 自主再建を断念した新制度を吸収合併した。2016年7月1日、ワンダーコーポレーションの運営するワンダーグーと共に、再び T ポイント加盟店となった。2018年3月29日に株式公開買い付け及び第三者割当増資により、ライザップグループがワンダーコーポレーションの株式を議決権、所有割合ベースで75.05%、 取得し、同社の子会社となった。これまで、ワンダーコーポレーションの約43%の株式を保有していたカスミは、保有前株式を売却している。1984年に子会社として、独自レーベルオーマガトキを立ち上げ、スターダストレビュー、サムシングエルスと応用していたが、一連の経営再建との絡みもあり2013年10月、日本コロンビアに売却した。ただし、 商品の取り扱いは継続している。詳細は公式サイトの店舗一覧を参照映像、音楽ソフト販売店舗、編集書籍専門店、編集楽器専門店、編集音楽教室、編集。ありがとうございます。